超液太郎マムシの兄弟は1971年6月1日に公開された日本映画。チンピラの義兄弟が巻き起こす騒動を描くアクションコメディーマムシの兄弟シリーズの第1作。画面アスペクト比はシネマスコープ。風切り時の同時上映作品は非ボタンバックとお命いただきます。オープニングのロケ地付近国道43号。 東灘区、青木障害12回目の懲役を得たチンピラの五ロセは、弟分、価値の出迎えを受ける。次の懲役は、一緒に勤めようと近い,合い神戸、新海地に帰ってくる。町は縄張りをめぐって、古参の滝花組と信仰の山北組が勢力を二分し、一触即発の状態となっており、町の様子は重苦しく一変していた。 しかし既存の組織と無関係のゴロセらラは、本能の赴むくまま、無軌道に町を暴れ回るうち、通称、マムシの兄弟として、両方の組に顔を知られるようになる。対立に決着をつけたい山北組組長、三北は、ゴロセたちを呼びつけて、拳銃を手渡し、滝花組大化し、梅田の暗殺を依頼する。滝花組の蕎麦に乗り込んだゴロセたちの前に現れた。 梅田は、感服したふりをして、頭を下げ、大金を手渡す。元より個人的な縁困の利害もないごろ生たちは、あっさり大金を受け取って、戸場を後にし、顔見知りのおでん屋の娘、ゆきに拳銃を預ける。山北組の上部組織、七、友会の最高幹部、早崎は、三北に、滝花組との交渉をやめる要さとす。この早崎こそが、 神戸で最も強い男だとの評判を聞いたゴロセは、喧嘩を売るが相手にならない。豪を煮やしたゴロセと、勝ちは、小戸島に帰郷中の早崎が入浴中のところを、背後から襲おうとするが、背中一面の竜の入れ墨と鋭い眼光に一歩も、動けなくなる。男ぶりに憧れを抱いた二人は、姿勢し金五郎のもとに通い、 通り難にちなんだマムシの入れ墨を背中に掘ってもらい始める。しびれを切らせた山北は自身の部下に梅田を射殺させる。その現場に居合わせ、流れ玉に当たった雪は重傷を負う。怒りに震えたゴロ星と勝ちは滝花組に加勢して共に構想を戦うことを決意するが、組事務所はもぬけの殻だった。滝花組組長は重病の身であり、 梅田なき組では、構想不可能と判断した組員たちが、夜逃げのようにどこかへ消え失せたのだった。落胆する価値を、五路星は、男は、金バッジやない、根性やと悟す。二人は、組が残したトラックに乗り、山北組のビルに向かう。一方、雪の負傷を知り、責任を痛感した早崎は、単身、山北組のビルに向かい、三北に、 組の解散を命令する。そこへ、ゴロ星たちのトラックが突っ込んだ。二人は肌脱ぎになり、色鮮やかなマムシの入れ墨を見せつけ、拳銃とダイナマイトで、組員たちを一網打尽にしていく。それを見て感心した早崎は二人に向かって、これが男の落としマイジャと叫び、三北を射殺。自身も、とミーガンで蜂の巣になる。 銃弾もダイナマイトも尽きた二人は、傷だらけになりながら、ドス片手に、残党たちを追いかけ回すうち、いつしか雨の降る路上に出ていた。すると背中の入れ墨の色が流れ、未完成な筋彫りが、あらわになった。全員を倒したゴロ星と、勝ちは、これで次の懲役は一生やとつぶやきながら肩を抱き合い、どこかへ歩き去るのだった。ありがとうございます。